今回紹介するのは、黄色いマンション、黒い猫、特典付き、スイッチライブラリーという本です。2007年から2016年まで、スイッチ連載、原宿 100K に綴った33編、プラス特別書き下ろし1編。1982年のデビュー以来、歌手、女優として、映画、舞台、 テレビ、CM、そして執筆と活動の幅を広げながら、その全てを支持され、時を経てもぶれることのない圧倒的な存在感を放つ、小泉京子本書は、彼女が10代の頃から親しみ、かつては住んでいたこともある原宿の街を再び歩き、変わり続ける街並みに彼女の半生の思い出を重ねながら、 9年間にわたって書き綴った自伝的エッセイ集です。幼い日々の記憶、中学時代の友人、デビューのきっかけ、アイドル時代に住んだ原宿、秘密の恋、そして父と姉の死、彼女にとって今だから書けること、今しか書けないことが本書には詰め込まれています。また、特別書き下ろしは、逃避行。 そして半世紀と題し50歳の誕生日を迎えてから初めて自身の今の気持ちと50代突入への思いが綴られています同じ時代を生きる女性だけでなく彼女と共に歳を重ねてきた多くの人の胸に刺さる彼女なりのメッセージが込められています小泉京子待望のエッセイ集「この春観光」です 小泉さんに泣かされました。大切に読みますこんなに素敵な本を書いていただいたことに感謝ありがとうございます。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。